はい、冷まして味を染み込ませます。これちょっと食べようかな。何もない日のおかず。これに、山椒。パリパリっとね。絶対うまいやつや。はい、いただきます。うまっ。七味でもいいけど山椒うまいね。やっぱ夏は山椒よね。田舎の実家の裏庭に生えておりまして、アゲハチョウが卵を見つけていくんですけど、さなぎになって羽化して羽を乾かして飛んでくまでじーっと一日中眺めていたことがあります。ね、大人になると忘れちゃうことって結構いっぱいあるから。じゃらばまたもういただきます。パクボーノボーノ、はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではごきげんよう。